ダネだよ、全国新聞だよ。ん、なんでけ、天下分け目の戦とな。怒りの八方亭、家康さん過激派かよ。どうしよう、どちらにつこう。日本中の大名を巻き込み、東西に分かれての合戦が関ヶ原で起きている。家康から裏切りを求められていた小早川秀秋が迷っていたところ、こうなったら小早川隊に鉄砲を撃て、出方を試してやるぞ。しびれを切らした家康から発砲され、家康率いる東軍に加勢を決めた。小早川さんに直撃インタビュー。どうして迷っていたのか聞いたところ、勝つ方につきたかったかららしいよ。ですよね。次号を待て。グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。